みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。本日はこちら、チューナーと呼ばれるチューニングをするためのギターについて皆様にお話をさせていただこうかなと思います。というのも、なんかこう、チューナーってどうやって選んだらいいかわからないぜという方が結構多いかと思うんですよ。まあ、そんな方に向けて、それぞれのチューナーの特徴とか選び方とか、まあ、そんな話をつらつらさせていただこうかなと思います。では、ちょっとそれぞれのチューナーの紹介とか特徴とかをお話しさせていただく前に、チューナーを選ぶときには何に気をつけたらいいのか、そんなことをお話しさせていただこうかなと思います。まあ、人によっては重要視しているポイントが違うかもしれませんが、僕としては、まず、どこで使うのか、いつ使うのか、これをはっきりするべきかなと、はっきりさせるべきかなと思います。例えば、家で使うという場合、家で練習するとき、日常的に使うことが多いかななんていう場合と、人前で演奏するとき、ライブで使うのが多いかなという場合、あと、レコーディング。レコーディングをするときに使うことが多いかなという場合、まあ、大きく分けるとこんな3パターンがあるかと思います。ちょっくら順番にお話をさせていただきますと、まず家で使うことがメインになるかなという場合は、重要視したいのは手軽さでございます。すぐチューニングできて、すぐしまえて、とにかくもうすぐにこの手軽にこうバババッと使えるということでございます。この手軽さにおいては、やっぱりこういう最近流行っているクリップチューナーと呼ばれるタイプのチューナーがすごくおすすめでございます。もうチューニングしようと思ったら、ね、このままヘッドにこうペッと挟んで、でこう電源ボタンを押せば、もうすぐにチューニングをすることができるので、まあ、かなり手軽だなという感じですね。で、それに対してちょっくら手軽じゃないなというのは、まあ、こういうカード型のチューナーだったりとか、あとこういうコンパクトエフェクター型のチューナーだったりとかするような感じでしょうか。特にこういうコンパクトエフェクター型のチューナーの場合は、そのチューニングしようと思ったらシールドを取り出してきて、まあ、これを接続してやらなければいけないので、ちょっと手軽とは言いにくい感じですよね。しかも、エレアコだったらいいんですけれども、普通のアコースティックギターの場合はこれではチューニングできないので、まあ、ちょっと手軽とは言いにくいかなという感じでございます。で、他にも、何気にこういうスマートフォンのアプリのチューナーとかも侮れないなという感じです。僕は iPhone でこのポリチューンというアプリをよく使っているんですけれども、まあ、いつでもスマートフォンで基本的に持っているじゃないですか。で、そのちょっとチューニングしようかな。ああ、でもチューナー今手元にねえやという場合ももちろんあるので、そのときはこれでバーッとチューニングすることも結構多々ある感じでございます。意外とこういうのも侮れない感じですね。すごい手軽でいい感じです。まあ、そんな感じでチューニングしようと思ったらすぐ取り出してすぐチューニングできるというのがまず大事になってくるかなと思います。で、その次。ライブで使うことが多いかなという場合、重要視したいのは視認性でございます。平たく言うと見やすさということですね。見やすさ。あと、人によってはチューナーそのものの見た目もあるかもしれません。で、視認性において、やっぱりこう有利になってくるのは、さっきのこういうコンパクトエフェクター型のチューナーかなと思います。普通にこれを足元に置いて使用するわけなんですけれども、やっぱりこの LED がビカーって光ってくれてるんで、やっぱ見やすいんですよ。こんな感じで。このチューナーは10年以上前に買った古いチューナーなんで、まあ、こんなもんですけれども、これの新しい機種の方はもっとビカーっと光ってくれます。ほかにも、これとか、ホットーンのチューナーでございます。ホットーンチューナー。ほい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 。これもちょっくら接続をしてみますと、こんなんです。で、ちょっとずれると、まあ、赤いので、こう表示されて、で、合うと緑色になるという、まあ、こんな感じですね。で、上の方でこのオンオフがすぐに見えるようになっているという感じです。そんな感じで、その LED がビカーとなってくれた方が、ライブのときには使いやすいかなという感じです。あと、まあ、見た目は、これは単純に好みの話なんであれですけれども、自分は最近もホットーンのこの見た目をすごい気に入っているので、もうチューナーもいつもホットーンを使っていますが、まあ、視認性という意味においては全然こっちの方が大きくて見やすいので、ボスの方が上かなという感じです。まあ、この辺は好みで選んでいただければという感じでしょうか。というわけで、ライブで使う場合は視認性が大事だよということです。で、最後3つ目、レコーディングで使う場合、レコーディングで使うことが多そうだなという場合、重要視したいのが、視認性でもなく、見た目でも手軽さでもなく、
精度でございます。どれくらい正確にチューニングできるかということです。やっぱりまあ録音するわけなので、やっぱずれてたらちょっとね、おいおいってなっちゃうじゃないですか。なので、できる限りその精度が高いものを使うことが大事ということです。普通にチューナーの説明書とかそのホームページとかを見ると、スペックのところに絶対精度のことが書いてあるんですよ。で、その精度は、線とってもので表すんですが、例えば、プラスマイナス5000とか、確か、この10年以上前に買ったボスの TU2 はプラスマイナス5000だったと思うんですよ。これ、チューナーとしては結構誤差が大きい方です。それに対して、例えばこのポリチューンミニとか、これはすごい精度が高いので、最大で 0.5セントまで誤差を小さくすることができるという感じです。で、そもそもセントって何やねんという話になると思うんですけれども、平たく言うと、1200セントで1オクターブという感じです。1200セントで1オクターブ。なので、それを割り算していくと、この1フレット、1フレット分の半音が100セントという感じですね。こんな感じ。100セントで半音。なので、5セントとか 0.5 セントってすんごいちっちゃい単位なんですけれども、ぶっちゃけギターってすごいなんかチューニングというか、そのピッチが不安定な楽器なので、ちょっと強くピッキングしたりとか、ちょっと強くフィンガリングしただけで、結構割と10セントぐらいすぐ上下するんですよ。なので、そんなに厳しくなくてもいいんじゃないかみたいな時もたまにはありますが、レコーディングの時にはできるだけ精度の高いものをチョイスすると良いかなという感じです。で、その精度においては、もうこういう新しいチューナーの方が絶対に有利なので、中古とかで買うのではなく、できればその新品で最近のやつを買うと良いかなと思います。このポリチューンミニ、ちょっと前にポリチューン2ミニというのが発売されているんですけれども、確かそっちの方は 0.1 セントまで精度を高めることができるはずです。確かホットムはこれ 0.5 かな、0.5 セントとか。そんな感じなんですけれども、できるだけ精度の高いものを用意してくださいということでございました。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。家で使う分には、やっぱり毎日毎日ね、すぐにパパッと使えた方が便利なので、精度とか視認性とか、それでも大事ですけれども、何よりも手軽さが大事かなと思います。で、ライブで使う場合は、やっぱり見やすくないとダメなので、視認性がすごく大事になってきます。意外とこういうクリップチューナー、使っている方結構多いかと思うんですけれども、ヘッドにこうぶら下がっているとあんまり見た目もよろしくないですし、あと、この LED が画面がこまこましているチューナーとかだと意外と見にくいんですよ。そのもちろん縦に引いているじゃないですか。で、そのテンションも上がっていてこう、ね、なかなか冷静にはなれないと。で、その中でこう落ち着いてチューニングしようとしても、ね、なかなかこう見えないみたいな感じになったりすることもあるので、ちょっとライブで使うときは、クリップ型は避けたほうがいいんじゃないのかなという感じです。で、レコーディングの場合は、手軽さ、視認性もそんなに抜きにして、とにかく精度が大事だということです。やっぱり精度がね、この悪いチューナーとか使ってピッチが甘い演奏とかになってしまってはすごく大事なので、できる限り精度の高いものを用意していただければという感じでしょうか。まとめてますね。TU2 は3セントですね。3じゃない。5じゃない。3でした。そんな訂正でございます。で、ポリチューンミニも0.5。そんな感じでございます。で、ちょっと次の動画で、僕が持っているチューナーはちょっと古いのが多いので、参考になるかどうかわからないんですけれども、そのチューナーを実際にそのおすすめチューナーみたいなのを紹介させていただこうかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。とりあえず今回の動画は以上でございます。いつ使うのか、どこで使うのか、それをはっきりさせるだけで、買うべきチューナーが見えてくるはずだぜ。そんな感じで、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。